ちょっと聞いてよ、マリサ。この前親戚の集まりがあったんだけど本当に疲れたわ。そんなにイライラしてどうしたんだ？俺の時代はこうだった、今のやつは甘いんだなんてばっかり。もううんざりしちゃったわよ。ああ、若い世代を見て自分たちの時代との差を大きく感じているんだろうな。でも、今を働いてる私たちも十分頑張っていると思うのよ。確かにそうだな。すごい奴だがそれは間違いない。でしょ？こっちだってちゃんとやってるわよ、もう。でも、正直毎日に一生懸命すぎて気にも留めてなかったけれど、昔は昔で大変だったのよね。きっと、今度は急に冷静になったな。でもよかったぜ。そうだな、仕事とその時代背景は大きく関係しているからな。ということは、その時代によって働き方も大きく違ったってことよね。もちろんだ、今じゃ考えられないことも多々あったぜ。気になる、教えてちょうだい。では今回は、昭和時代の労働環境がヤバすぎたを紹介するぜ。まずは昭和の時代背景からだ。1926年12月25日から1989年1月7日までの62年間で、日本で最も長く続いた年号だ。第二次世界大戦や昭和恐慌など日本に大きな変化があったぜ。そんな中で政治や文化、人々の生活や価値観も大きく変わった激動の時代だ。長く続いたからってこともあると思うけど、前半と後半では暮らしそのものがガラッと変わった印象よね。やはり戦争の影響が大きくその食文化やファッションも大きく変わるきっかけになったぜ。昭和後期になると重化学工業技術の発展がきっかけになり、そのまま高度経済成長期に突入するんだ。この時の日本は毎年 10% の水準で成長し続けていたんだ。ちなみに2019年の成長率は 0.3% で、2009年まで遡っても平均 5% を超えることはないんだぜ。ものすごい成長だったってことね。そりゃ激動でうかうかしてたら置いていかれちゃうわね。大量消費社会の始まりでもあって、技術革新が製造施設の拡大にもつながって、テレビや冷蔵庫が飛ぶように売れたんだ。ということはどんどん作っていたということね。だな。そんな時代だからこそ今とは全く違う働き方だったんだぜ。昭和と仕事を語るときは外せないのが炭鉱労働だ。炭鉱労働、やっぱり肉体労働だしきついイメージはあるけれど、人と人とのつながりや温かみを感じるようなノスタルジックな印象もあるのよね。確かにこの時代を描いた映画もあったり、人々が支え合い助け合う現代より密な関係の印象はあるよな。だが現実は想像するだけでゾッとするようなものだったんだぜ。そうなの？ブラック企業も真っ青な超残酷なものだったんだ。ユネスコの世界文化遺産に登録された端島、通称軍艦島。1974年に炭鉱の役目を終えて全員が離島し、そのまま放置されたんだ。日本初鉄筋コンクリートの高層集合住宅をはじめとする建物がぎっしり、一時は世界最高クラスの人口密度を誇っていたんだぜ。今は廃墟の島としてクルーズツアーもあるほどで、島全体が繁栄当時で止まっているような様子が人気なんだ。大きなタイムカプセルのようね。生活レベルは時代によっても違うし、炭鉱によってもまちまちだが、タイムカプセルの当時の中身、軍艦島を例にとってみると、その過酷さに震えることになるぜ。そうなのね、震える準備はできたわ。まず労働環境はブラックを超えて、それは奴隷並みの扱いだったんだ。ブラックを超える、そんなことがあるのね。1930年頃までナヤ制度という私益関係雇用制度があったんだ。ナヤ頭が自ら募集した労働者を炭鉱での生活が楽園化のように騙して連れてくるんだ。そして日常生活まで監視しつつ、現場の指揮監督も行うんだ。ガク、何それ。もう十分に怖いんだけど。しかも下請けになるナヤ頭が生活費や食費だと言って、賃金を搾取するだけでなく、搾取も十分にひどいわよ。だけでなく、島に来た際に振る舞われた酒を借金として背負わされるんだ。リアル怪人の世界じゃない。だよな、まさかの漫画の世界じゃないんだぜ。さらに島の売春宿や賭博を勧められて、どんどんと雪だるま式にその借金は膨らむ仕組みなんだぜ。だから労働者たちは借金のために働き続けることになるんだ。これはブラックも超えてるわ。霊夢、炭鉱の中はどれくらいの温度か知っているか？温度？外と同じじゃないの？むしろ地下に潜るから寒いくらい？炭鉱は近くに温泉の源泉があったり、地熱が高すぎて掘り進めないこともあったんだぜ。しかも換気もままならず、湿気も人も多くて快適とはほど遠かったんだ。温度が40度にもなる校内で1日なんと12時間も仕事させられていたんだ。きゃあ、私は想像だけで十分だわ。しかも12時間って1日の半分よ。昔は時間が長かったとかなの？んなわけあるか。
こんなに過酷な現場だからこそもちろん逃亡を試みる者もいるんだが、対岸には見張りもいて連れ戻されてリンチを受けるという悲惨ぶりだったんだ。あ、バババ、泡吹きそう。戦後は労働者がストライキ権を持つようになり、賃金も上がって1日の労働時間も8時間になったんだぜ。だいぶ変わったのね、よかったわ。とはいえ炭鉱は危険と隣り合わせで事故による行方不明者や死者が多くいたんだぜ。なんて過酷だったのかしら、聞いて驚いたわ。生活が少しずつ豊かになり人口も増え始めるとゴミ問題が発生。1957年ゴミの埋め立て場として夢の島が選ばれたんだ。夢の島？かつては東京のハワイとも呼ばれ家族連れで賑わった場所なんだ。え、素敵、楽しそうなレジャー施設だったのね。それが台風被害や資金難に陥ってわずか3年で閉鎖され7年も放置。そしてゴミ問題になって思い出されたのが夢の島だったんだ。毎日5000台もの収集車で運ばれて焼却も追いつかずそのまま投棄。え、びっくりの量とまさかのそのまま。ああだからあっという間に夢の島がゴミの島になってしまったんだぜ。悲しすぎない？かつては夢の島よ。そして1965年ハエが異常発生する事態に陥ったんだぜ。道を歩けば服にも顔にもどんどんハエが群がり、食事をしようとするとハエが集まって一緒に口に入ってしまうほどだった。よえ？想像を絶するわ。私なら卒倒する自信あるわ。だよな。だから学校では給食時に母親が来て、ハエを追い払っていたり子供たちは頭から布をかぶって、食べていたんだぜ。全国ニュースにもなってハエ天国ゴミの島なんて言われたんだ。ゴミを放置していたんだもの。そうなることは目に見えていたはず。そして消防隊に要請して重油を撒いて夢の島一帯を焼き払う。夢の島焦土作戦が決行されたんだ。同年2万個の毒団子でネズミの殲滅作戦も決行され、翌年にはゴミの埋め立て地としての役割を終えたんだぜ。人口が増えたり産業発展するとゴミ問題って切っても切れないわよね。そんな環境だったけど健康被害とかなかったのかしら？もちろんあったぜ。ゴミ清掃員として働いていた人が相次いで亡くなっているんだ。専門家によると大量の腐ったゴミの中でマスクや手袋もせず作業し、そんな環境の中で食事までしていたから死亡率も高くなったのではとのこと。素手だったの。なんて過酷な現場だったのかしら。もちろん炎天下の中だったわよね。本当に想像を絶する生活だったのね。だよな。次は集団就職だ。急に現代風になったわね。いろんな企業の合同説明会でしょ。みんな役あるか。農村から都市部への大規模な就職運動のことを言うぜ。しかも義務教育しか卒業していない中卒者が対象で、1970年頃までは地方の所得差もありなかなか進学させることができず、経済的にも自立させることを目的として企業求人を斡旋していたんだ。まさか中学生を対象にしていたの？15歳なんてまだまだ子供よ。中学校でも就職に備えて先生が適性検査や訓練が行われていたんだ。指先の器用さなどを検査するものは今もあったりするよな。形は違うけど私は筆記でやったことあるわ。意外と楽しいのよね。学力の筆記テストもあって就職先と就業者名が張り出されたんだ。面接とか見学は？就職先には一切コンタクトせず学校と食用安定所に全て任されていたんだ。しかも先生は送り出した生徒の辛抱が足りないだとか、受け入れ先の批判をしたりと責任を全く感じていないようなインタビューまで残っているんだぜ。それもとんでもなくすごい話ね。今じゃ考えられないわ。そして就職先が決まった学生たちは同じ汽車に乗って地元を出発。当日は家族が見送りに来て、息もものすごい人になっていたんだぜ。まだまだ子供と思っていた我が子を送り出すのよね。両者に寂しさもあったでしょうね。だよな。お守りの人形をぐっと握る子や、寂しさから涙する子もいたぜ。この子たちは家から通わないってこと？もちろん寮生活になるぜ。初めての土地で初めての仕事、頼れる人もいない環境だったんだな。一緒に就職してきた子たちが唯一の心の支えになっていたのね。1959年に制作された就職1年生という期間限定で公開された映像では、慣れない電話の受け答えに苦戦する姿や親に全額仕送りする姿などリアルな様子があったんだ。大人でも慣れない環境は精神的にもきついものがあると思うが、集団就職は15歳ほどの少年たち、その辛さは比ではなかったろうな。現代では考えられないわね。1975年3月24日最後の集団就職列車となり、高度経済成長も終わりを迎えることになるんだ。
明確な定義こそないが集団就職は若い労働力、金の卵として、苦しい中にも希望を見出して頑張っていたんだぜ。ここからは過酷だと言われた昭和の労働環境について説明していくぜ。まずは労働時間だ。さっき炭鉱の話でもあったけど12時間だったんでしょ？ああ、日本人は働きすぎだ、なんてよく聞くけど、この頃から根付いていたものはあるのかもしれないな。怖すぎるぜ。ひたち切りたい、ゴロゴロしたい、家にいたい。すごい剣幕だな。逆に今だからこそ昔と比べてそう思うのかもな。当時はみんながこうだったからある意味当たり前だったんだぜ。海外の動きに影響を受けて1日8時間週40時間が定められたんだ。いち早く日本で取り入れたのが1919年の川崎造船所だったぜ。1947年には正式に労働基準法で1日8時間になったんだ。そうなるまでの約30年が長すぎる。ちなみに当時の日本は週6日勤務で週48時間だったぜ。1987年に改定されて週40時間、週5日、週休2日が段階的に進んでいくことになったんだ。確かに少し前まで土曜日も学校だった気がするわね。1963年頃丸善石油の CM が大流行。そのキャッチコピーでもあった猛烈を使った猛烈社員って言葉があるぜ。猛烈何猛烈社員っていうのは会社や仕事が最優先、残業こそ正義の信念を持つ、いわば会社の兵士だぜ。すごいやつだわ。日本の高度経済成長期をまさに支えていたんだぜ。どんな働き方だったの？ほぼ怖いもの見たさになってきたわ。朝は地獄の通勤ラッシュ、ボタンや靴が片方なくなるなんて日常茶飯事だったんだぜ。ラッシュはわかるけど落とし物が特殊だわ。しかもそのまま出社するんだぜ。駅はボタンと片方の靴の落とし物でいっぱいだったんだ。それはちょっと見てみたいかも。ボタンなんて見つけられなさそう。会社に着けばみんなで士気を高めるため大声で合唱し、22時半に女子社員が帰宅。22時半、日付が変わる頃営業マンが戻ってきて深夜1時から会議が始まるんだ。やっぱり当時の人は時間が24時間あったとしか考えられないわ。だよな。だが働いた分の残業手当はしっかりあって、ボーナスに至っては16ヶ月分もある会社も存在したんだ。16ヶ月って1年以上じゃない？それはヤバすぎるわ。いいな。当時は喫茶店で昼寝をする人が多発、携帯電話もないから会社を出れば連絡はつかず、夕方に戻って残業すれば上司はよくやってるなと評価されたりしたんだぜ。まさかの社外で休憩していたなんて。でも確かに休むことなんてできなさそうな雰囲気だものね。でも成果を上げれば確実に昇給し努力が報われる夢や希望があったんだ。だからみんなここまで頑張れたってことなのね。それにしてもすごすぎて私なら同じように働けないわ。それから終身雇用と年功序列だぜ。うわぁ、前時代的な雰囲気がプンプンでちょっと恐怖すら感じるわ。でももっとヒヤッとするのが、未だにその性質が生きている職場が意外とあるってところよね。そうだな。思っているより浸透しているよな。終身雇用とは会社が入社から定年まで雇い続けますよという日本特有の雇用慣行なんだ。本格的に普及したのは戦後だと言われているぜ。年功序列は勤続年数に応じて役職やお給料が上がる人事制度のことだ。企業への帰属意識や愛社精神が高まり、チームワークも強固になるメリットと、その反面、若い社員は成果を上げても正当な評価を受けにくく、人材や組織に動きがなくなってしまいがちにもなるんだな。うんうん、若い世代では我慢って感じよね。石の上にも3年と言われるように、とりあえず3年はっていう印象ね。それに社員の中には終身雇用だからと安心感から努力を怠る人も出て、企業としては年々人件費は上がり、見返りは下がっていくこともあったんだ。それ、フレッシュな新人社員から見るとどうしても仕事に慣れている分、楽をしているように見えたり、楽に難しい仕事や嫌な仕事を部下に押し付けているように感じたり、友達との間でも必ず上司との圧力が話題に上がってくるものよ。あるあるだよな。それぞれに言い分はあって、若い者は、使えない上司は、とジェネレーションギャップもあったりで、なかなか距離が縮まらないなんてことはよくあるよな。私はどちらか一方だけが正しいってことはなかなかないと思うぜ。それに上司や年上を敬う心は大切だと思うけれど、上司という力を振りかざしたり圧迫感を感じるような指導は、と考えものよね。だよな。長く勤めることで愛社精神が、とあるが仲間としてチームワークを大切に、仕事をするというのとは少し違ったんだろうなと、感じざるを得ないぜ。そんな会社での離職率ってどうだったの？ここまででもかなり過酷で厳しい労働環境だったから私なら、と思わず考えてしまったわ。
だよな。でも実は離職率は統計を取り始めた。約50年ではさほど変化はないんだ。ええ、そうなの。周りの環境みんなそうだったということも大きいかもな。とはいえやはりこの過酷な労働環境の中では、体調を崩す人も多く趣味や家族との時間を犠牲にして、働く人も多かったから定年後に家族との関係が悪化したり、急に生きがいを失って燃え尽きてしまったりという人が多くいたぜ。猛烈に仕事一筋でやってきた人にとってはそうよね。霊夢は24時間戦えますか？の CM を知っているか？何その恐ろしいフレーズ。1989年機動戦士のための栄養ドリンクをリゲインが発売したんだ。機動戦士、戦隊ものみたいでかっこいいけど、猛烈、ならぬ壮絶、なんちゃって。CM ソングの勇気の印は時藤三郎が歌っており、CM では牛若丸三郎太として出演していたんだぜ。軍歌のような勇壮なメロディーに、当時の猛烈サラリーマンの生活が伺える歌詞が受けて、60万枚のセールスを記録、流行語同賞にもなったんだぜ。爽やかな笑顔とジャパニーズビジネスマンの歌詞が最高だったぜ。それほど浸透していたということね、衝撃的だわ。ちなみに2014年に発売されたエナジードリンクの CM では、同じく勇気の印が替え歌で登場。ただ現代の働く人にフォーカスして、24時間戦うのはしんどいになっているんだ。そうだそうだ、最高のアレンジ。キャッチコピーも変化して3、4時間戦えますかなんだぜ。3、4時間、思わず笑っちゃったわ。さあここまででもかなり今との違いを感じていると思うけどどうだ？そうね、正直現代でよかったと思うし、もし私ならって思うと震えたわ。だよな。 CM の24時間戦えますか？のフレーズもあんなに流行っていたが今じゃ死語になっているぜ。24から100、人生100年時代用に進化しているんだ。なるほど、何事も時代に合わせてってことなのね。それぞれの時代を生き抜くためにそれぞれで一生懸命だったということだな。そう思うと、親戚のおじさんたちの頑張りのおかげで今の日本、今の生活があるってことなのね。私はやっぱりそれぞれの頑張りや、やってきたことをお互いに尊重しながら新しい時代を見ていきたいなと、思うかな。だな、私もだぜ。そんな過酷だった昭和の労働環境だが実は見習う点もあるんだぜ。そうかしら？私が思うのは頑張りに見合った報酬があること。それから収入が増えるという先の安心感があること。確かに、それはいい。ここで言う頑張りのあくまでも個人の能力や才能を正しく評価したものであることが前提だぜ。確かにこれまでみたいに若い時は我慢、新しい芽は摘まれるではなく、年齢とか経験関係なく企業にとって有益な働きは、と評価されると、モチベーションも上がるし、それによって企業もどんどんレベルアップできるわよね。労働に対して時間や休みなどその都度新しい制度が作られているが、終身雇用や年功序列が変化しつつあり、雇用の多様性、副業も OK する会社も増えているよな。コロナの蔓延でリモートでの働き方が注目を集め、増えたのも特徴的だ。そうね、こうやって見ているとその時代その時代で働き方って大きく変わってきているものなのね。先人の足跡を見ていいところは真似て、どんどん進化した働き方ができるようになるといいななんて思ったわ。昭和時代では仕事が第一優先、趣味や家庭は二の次だったんだ。それがどんどん変化していて、令和の今はその価値観はガラッと逆転している。生活の質や幸福感にシフトしていったということなんだと思うぜ。今は仕事だけじゃないって考えの人の方が多いものね。また AI の発達によってこれから縮小していくであろう仕事と、今後も需要がある、もしくは高まると言われている IT やコミュニケーション、各種のクリエイターなどは注目を集めているぜ。重視するところだけじゃなく、これまでの働き方、求められる職も大きく変化していくのね。就活の現場でも面接で将来の夢は？と聞かれることもあるぜ。大人になったのに将来の夢？子供の頃は将来の夢って言えば、当然のように仕事のことを言っていたし、しかもその仕事の面接で聞かれると、どうしたらいいか迷っちゃうわね。大半の人はそうだよな。私が思うにこの面接から企業はその人の持っている、未来のビジョンや創造性、クリエイティブな面を、見たいんじゃないかと思うんだ、ということは、社会はより自分の個性を生かし創造性豊かに活躍してくれる人材を、求めているところも多くなっているということだと思うぜ。なるほど、個性を認め合い生かしていくザ令和の、って感じね。子供たちの将来の夢を聞いてみても、昭和時代はスポーツ選手や医者が上位にランキングしている令和の現代ではそれに加えて YouTuber やエンジニアがランクインしているんだ。時代を感じるわね。だよな、 YouTuber が職業になったのもつい最近だし、これからは仕事がどんどん新しく増えていくんだろうな。
そう考えると今の子供たちは私たちが想像もしないような、職について活躍していくのね、楽しみだわ。それぞれがより働きやすい環境になっていくといいな。みんなは今回の話どう思った？良ければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。